その黄金の祭壇の前で告白すると二人は離れることはないと言われている。告白はい、いいですよ、呼びましょう。そうしましょう。マスター、あなたのそばにずっといたいです。旅が終わっても時間が経っても、朝目が覚めたらおはようって言って、夜寝る前におやすみって言って、いっぱい甘えて撫でてもらったりキスしたり、そうしようと思ったらあなたの恋人にならなきゃで。マスター、あのまさかは精霊だから変だってのは分かってるんですけど、私生まれて初めてどうしてもしたいことができて、つまりそれは私を恋人にしてください。それでゆくゆくはお嫁さんにしてください。まさかゆでだこになっちゃう。それじゃあ最後に、せーの。